くごきげんよう。モチベーションアップ、講演家の宮崎豊です。今日は2020年10月30日金曜日です。いよいよ明日でも10月も終わりますね。あっという間に10月が過ぎていきますね。今日の中国新聞はトップがですね、なんと国内感染10万人超すというのがバッと出ましたね。新型コロナ都市圏微増傾向、 B ですか、ちょっと増えてるような気もしますけども、でもなんとまあ外国に比べたら、ヨーロッパに比べたら、アメリカに比べたら、もちろん日本は抑えられていますが、でもそれでも国内感染10万人超すというんですから、いや高齢者、私高齢者などはちょっとビビれますよね。もうこれにかかっちゃうと治ってからも後遺症があるというね、まあ治ればいいんですけども、うまくいかない場合にはですね、そのままということも考えられますからね。まあ、特に、痺れるこの記事であります。今日はスピーチのことで、よく抑揚をつけて喋ったら、まあ、伝えやすい、まあ、いかにしたら伝わるかというんで、皆さんいろんな、工夫をされていますが、まあ、大事なところはゆっくり喋るというのもいいですね。今日私もこの新聞記事で喋るのに、いろいろゆっくり喋ったり早く喋ったり、間を空けるというものですね。あっと驚いたのはといって間を空けると結構引きつけるテクニックですね。私がよくすごいなと思ってたのは、久米宏さんがまあいろんなテクニックを使ってニュースキャスターで活躍された頃ですね、まあ、パッと思い出したのは、よくこんなことがありますね。スポットライトを当てると言って、スポットライト、ちょっと止めて喋る、やり方をですね、久米宏さんやってたの今思い出しましたが、でもこれだけでも、ちょっとやるだけでも、うっと人を引きつけることができます。まあ特に私などはどっちか早口なので、大切なところが飛んでしまうところがありますが、ちょっとゆっくり、新型コロナ都市圏微増傾向にあるとなってますね。ゆっくり喋ると、まあ言いたいことが伝わりやすかったりしますよね。もちろん肯定、声を上げるとかね、強弱、10万にコストはーというような、まあ、強めていったり声を上げたり、まあ手法的なやり方で結構普通の話が抑揚がついて変化のある話になりますよね。まあ声を上げたりするのも、上げたり下げたりするのも見やすいし、スピードをゆっくり速く強く弱く、この話は実はすごい大切なんですが、ここだけで言うとこそっとお知らせしますが、この人実は宇宙人なんですってちょっと低くしたり遅くしたりすることによって、ちょっと言葉を変えたりすることができますね。まあ間を空けるというのはね、スポットライトに間を空けるというのは、これ見やすいテクニックといいますか技術ですので、ぜひやってほしいなと思います。まあ喋るときに意識的に、今日はちょっとここをゆっくり喋ってみようかと、ここを畳み込んでダダダダーンと言ってみようかという、こともちょっと頭に入れながら喋ると、普通普段ずっとこう平坦に喋っていたのがちょっと変化が出ますからね。時には今日はちょっと変えてみようかなという、特にまあ一番簡単なのはセリフがありますね。もう言葉で言うと括弧書きのところですね。セリフ、心当たりを取り入れてセリフらしく喋るとですね、数ある花の巣の中で
江戸八百夜町に紛れもね、背中に咲かせた遠山桜、知られと言わせる江戸。まあ、これは練習の時によく使うんですが、そんなセリフ時々こう入れてみるとかいうのね、まあ、セリフは効果がありますね。中にとことこ入れると、ぐっと変化が出ますから、まあ抑揚つける時に、今日はちょっと抑揚つけて喋ろうかなと思ってやってみてもらうと、ちょっと違った形で、伝わり方が、今までの伝わり方というちょっとよく伝わることができるかもしれません。また明日、ごきげんよう。さよなら。